さあさあ始まりましたよ、鉄道レトロスポット。今回は千葉県を走る銚子電鉄にあるレトロスポット。一体どんなレトロスポットが待っているんでしょう。なんだかとってもワクワクしますね。銚子電鉄は千葉県の銚子駅から戸川駅までを結ぶおよそ 6.4 キロの路線。銚子電鉄の車両は京王電鉄、伊予鉄道と渡り歩き、今では銚子電鉄で第三の人生を送っています。ということで、銚子駅から電車に揺られることおよそ20分、やってきたのは銚子電鉄の終点、戸川駅。ここ戸川駅は1923年に開業したとっても歴史のある駅なんです。駅舎は一部の改修が行われているものの、開業時から建つとってもレトロな建物となっています。ということで、今日は開業当時の姿を色濃く残す戸川駅を観察していきましょう。駅舎の中には博物館などで見かけるような窓口が今でも現役で使用されています。時刻表や運賃表はこれまた何とも味のある手書きのものが掲示されています。とってもシンプルな改札が、これまた何とも言えないですね。そしてこの駅の天井には、これまたちょっと変わった特徴が。一見普通の電球と天井のように見えますが、よく見ると天井には電線が張り巡らされているのが見えます。これは外資引き配線といい、昭和38年頃までは一般家庭などでもよく使用されていた配線方法だそうです。そしてこの電球はもちろん飾りではなく、夕方になるとほらこの通り、温かみのある電球が駅舎内を優しく照らしてくれますよ。駅舎の中にはこれまた懐かしい学校の机が置いてありました。窓口の横には銚子電鉄のグッズや濡れせんべいなども売っているほか、2018年12月より販売されたまずい棒も売られています。こちらも見逃せませんね。戸川駅の周りにはレトロ感を盛り上げてくれるものが他にもたくさんあるんです。それじゃあちょっと見てみましょうかね。こちらはホームに置いてある古い郵便バイク、だいぶ壊れてしまっているのはご愛嬌ですかね。駅前にあるポストはとっても可愛い形をしていますね。そして戸川駅には通常運行されている車両とは別にもう一両別な車両が止まっています。この車両は1950年に製造されたレハ800型と呼ばれる車両。伊予鉄道で活躍した後、1985年に銚子電鉄に譲渡され、2010年まで現役で使用されていました。なんと70年近く前に製造された電車が今もここに展示されております。木の床に青いシート、いやーこりゃたまりませんね。車内には整理券発券機や運賃箱もそのまま残されています。こちらもなかなか資料価値の高いものではないでしょうか。
外観もとっても綺麗で、今にも動き出しそうですね。こちらのレハ800型は公開時間が限られていますので、訪れる際はどうぞお気をつけて。戸川駅から伸びる線路はレハ800型の少し先で途切れています。ここが銚子電鉄の本当の終点なんですね。ということで、とってもレトロな戸川駅、いかがでしたでしょうか。東京駅から約3時間ほどで、懐かしい世界にタイムスリップしたような不思議な感覚に出会えます。銚子電鉄はあの懐かしい過去へと連れて行ってくれる素晴らしい鉄道会社でした。ということで、今回の鉄道レトロスポットはこれにて終了。また次回の配信をお楽しみに。それではまた。鉄道情報募集中。鉄道がチャンネルでは、鉄道に関する面白スポットや珍しいスポット、行って楽しいスポットなどの情報や取材検証をしてほしいことなどを募集しております。皆様の情報提供ご意見をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。